限られたキャラにしかできない煽り5選パート5。その1、メンメン下 B 屈伸。通常の屈伸とほとんど変わらないが、アームチェンジすることで一手間加えられている。普段の料理でも七味じゃなくて伊豆七味を使っちゃうようなちょっとこだわりの強い人間が使用する。その2、空中浮遊からの屈伸。普通の屈伸に比べてちょっとでくい煽り。普通の屈伸で満足できない人間が使用する。こういうやつは日常でも服被るの嫌って、ユニクロとかじゃなくてハイブランドの服買いがち。絶対そう。その3、ワリオ上京連打。まるでバーストしたことを万歳して喜んでるかのような煽り。喜び方が戦前の日本と同じ。なので、この後に負けるフラグになるかもしれない。その4、アイクラは交互に屈伸。入力は普通の屈伸と同じだが、2人で屈伸することによって通常の屈伸よりも2倍煽れるというコスパの良い煽り。煽り中の中でも効率中が使用する。その後、スネーク横綱という雄たけびがまるで敵を撃ち取った時の勝ち時計を上げてるかのように聞こえる。ロケットランチャーを無駄撃ちして環境破壊を加速させる煽り。やられたら SDGs って知ってるって言おう。